井田八段よろしくお願いします。まず、井山名人の棋風後の印象を伺いたいんですが、はい、そうですね、井山先生は、まあ、棋風としては地に辛くも打てますし、厚くも打てますし、まあ、何でも打てる感じなんですけど、まあ、その中でも厳しさを求めていくタイプで、まあ、迷ったら一番厳しいと思う手を選んでいくような感じですね。続いて高尾九段の、印象をお願いします。高尾先生はそうですね、まあ、本格派、まさに本格派という感じで、もう手厚く打ち進めて、まあ、結構地にも辛い一面はあるんですけど、はい、その中でもやっぱり厚みを生かしながらという感じですね。分かりました。お二人と実際に対局もされたことがあるかと思いますけれども、はい、まあ、簡単にそれぞれどんな実際に打ってみての印象を受けたでしょうか。そうですね、まあ、任された時は本当に井山先生は厳しい手を打って、まあ、そうですね、最強に来られて任されたりとか、まあ、高尾先生の場合は本当に本格派なので、もう結構負けた時は結構完敗に近いような感じで任されることがあるので、そうですね、今回の2局目は第1局同様、まあ、高尾先生がどちらかといえばしのぎに回ってるんですけど、また本格派といっても、まあ、しのぎも当然うまくて、井山先生が、まあ、どううまく攻めてまとめるのか、まあ、高尾先生がどううまくしのいで、まあ、地で勝つのかという感じですね。わかりました。ありがとうございました。